寒いはい、えー、おはようございますこんにちは、こんばんは SNS とインフルエンサーの学校理事長を務めておりますケンタ店長ことケンズと申します、えー、今日も元気に動画撮っていきたいと思いますよろしくお願いいたしますはい。えー、SNS とインフルエンサーの学校というオンラインコミュニティがですね、えー、動画の概要欄一番上に URL 載せてありますのでぜひぜひ SNS をちゃんと学び直したいよっていう方とかね、えー、ネットビジネスで、えー、まあ、ちょっとね、収益上げていきたいよっていう方とか、今年こそ社畜を抜け出したいぜっていう方とかね、えー、ぜひ見ていただけるときっと役立つ情報満載なのでよろしくお願いいたします。はい、あとですね、私が運営しております、えー、MDC バーベルクラブという、はい。 えー、今年で創立5周年を迎えるね、えー、トレーニングチーム、ね、ナチュラルトレーニングチームなんですけども、こちらの関連のね、ホームページもすべて動画の概要欄に集約されておりますので、ぜひぜひチェックよろしくお願いいたします。はい。で、今日はですね、えー、タイトル的にはね、どうしようかな。えー、はい、えー。川崎南部のゲームセンターに 妻と息子と言ったら絡まれましたーっていうね。はい。えー、そういう動画でございます。はい。ね。川崎南部のゲームセンターに妻と息子と言ったら絡まれました。まあちょっとタイトル長いんで、えー、アップロードの際にはですね、ちょっと短く短縮してるかもしれませんけども、まい、あ、大体そんな内容のお話です。はい。私のですね、動画は今もうネットラジオとしてやっておりますので、長いです。はい。 えー、ラジオなので、えー、結構ね、最近のショート動画が主流の流れとはちょっと逆行しておりまして、長いです。はい。えー、まあ、就寝前のお供とかね、通勤通学のお供とかに、えー、使っていただけたらと思います。あとは、まあ、リモートワークとかのね、BGM として使っていただいても、まあ、役に立つんじゃないでしょうかね。はい、よろしくお願いします。えー、まあ、 えー、川崎南部のゲームセンターに妻と息子と行ったら絡まれましたっていう、まあ、タイトルのお話なんですけどもあのね先日ですねあのー、まあ妻と息子と最近よく行ってるゲームセンターがありましてはいまあ最近といってもですね、えー、僕がですね候補校生ぐらいの時にめちゃくちゃ行ってたゲームセンターではい もう僕、相当な額のお金をそこに落としてるっていうか課金してるんですけども、そう。なんだけど、まあ、あのね、忙しくなってからは全然、その、ゲームセンターで、のんびり遊んだりってあんまりなかったんで、しばらく離れてたんですけども、まあ、ここ数年、まあ、妻と息子とね、のんびり暮らすようになってから、まあ、またそこのゲームセンターに行き始めたんですよ。で、結構ね、そこのゲームセンター、まあ、大きくて、 はい、あ。まあ、地元だとね、わりかし遊んでる人間多いんじゃないかな。はい、あ。昔は結構ね、あの、まあ、工場地帯の、本当にザ工場地帯の方にあるゲームセンターなんで、昔は結構ね、あのー、まあ、治安が悪い位置関係にあったんで、あの、雰囲気的にもね、ちょっと殺伐としている雰囲気だったんですけど、最近結構ファミリー向けに、あの、運営方針変えたのかな。クレーンゲームがメインの、結構ピースなね、 ゲームセンターになりまして、はい、あ。で、まあ、あのー、僕最近、はい、もうファイアーしてえ、結構暇なんで、で、まあ、息子とね、あのー、妻と、あのー、のんびりクレーンゲームを約やりに行くんですよ。はあ、で最近妻が結構クレーンゲームにハマってて、う、は、まあ、いんですよで。僕下手っぴなんですけども、まあ、その、一緒にね、 なんかちょっとフラフラゲームセンタークレーンゲーム回りながらあのーまあ、楽しくやらせていただいてるんですけども先日ねあのー、まあいつもの通り僕がクレーンゲームを妻と息子とやってた時にあのー、卵ボーロってあるじゃないですかあのー、よく子供の時に食べたお菓子で卵ボーロっていうなんかあのー、口溶けのいいはい まあ赤ちゃんとかでもわりかし食べれるような、口、えー、どけのいいあのお菓子、ね皆さん多分ご存知だと思うんですけども、あのー、なんかそれのミルクボーロとかいう景品がまああのー、入ってるクレーンゲームがあって、僕それをね、結構、あのーまあのま何日かにわたってチャレンジしてたんですよ。何、えー、せさっき言った通り、僕、下手っぴなんであの、全然取れないんですよ、クレーンゲーム。そう あのー、なんかボトルタイプの結構でかいやつなんですけど転がして音す系なんですよねだけどもう何回やっても僕取れなくてはい <laughs> <laughs> もうね 2, 2週間ぐらいかな通って で全然取れんくて、まあ、2週間毎日じゃないんですけども23週間ねつぶつぶ通ってまあちょっとやっては全然動かせずあんたこれどうやって撮んだみたいなそう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 でまあその先日行った時もまたあのその息子に撮りたかったんで、まあ、ミルクボール取ろうっつって今日こそお前取ってやっからなっつってお前ミルクボール食わしてやっから待ってろっつってやったんですけど、まあ、全然ダメだったんですよまた。 はあ、もうこれどうやって撮るのか本当分からんなーって言って、で僕声大きいんで結構、はぁ、あ、女、どうやって撮んねんこれ、つって、はい。まあ、そんな言葉荒くないんですけども、まあ、声が大きいんで騒いでたんですよ。で、まあ、嫁がうるさいって、そう、ケンタさん声大きいうるさい、でもゲームセンターだから別に声大きくだっていいでしょう、なんて言いながら、はい。いや、全然撮れねえわ、これ。もうやり方全然分からん。だんだんダメだ、ダメだ、ダメだ、っつって、 はい、あ。あのー、もうやめたんですよね。でその時に、あのー、僕がそのミルクボールを、まあ、頑張って取ろうとしてる時に、僕の後ろに、えー、まあ、一人ね、違うクレーンゲームをやってる人がおったんですよ。はあ、で、まあ、あのー、僕がそのミルクボールダメだ、これ取れねえよってってもう何、何日やっても取れないわ、これって、ごにょごにょ言ってるのを聞いてたんでしょうね。はあまあ で、僕がういたときに、その後ろの人が、今度さっと、僕がやってたその台、ミルクボールの台に入ったんですよ。はい。僕の後ろにやってた方が。あ、で、まあ、あのー、ちょっと横によけたときに、まあ、他のクレーンゲーム見ながら、まあ、妻、妻がね、なんか、あのー、ンタさんがミルクボール終わった後に、すぐあのー、 あの後ろにいいたたたた人入っっっよねみたいな、まあ、妻がそうやてて言ってたんですよで、まあ、僕もそれ分かってたんで「あ、まあそうだね」つって、まあ「ビルクボール取りたかったんかもしれんね」つってで僕,僕がまあ,あのちょっと動かしたんで、まあ、その後継続してやったのかもしれんな」なんつって「ミ、えー、ルクボールね」なんつってで僕が冗談で,でもしかしたらあの人 あの僕がねあの「いやもうこれ取れねえわ」っつってもう散々文句言う、ね、わめき散らして、えー、はけたんでもしかしたらあの人取ってくれてんじゃねえのって、まあ、冗談で言ったんですよ、はあ。じゃあ妻が「いやそんなわけないじゃん」って何で他人のために自分のお金使って取りたくもない景品取るってそんなんありえないでしょうって妻が言ってたんですよ。 で僕はまあまあ半分冗談だったんですけどもあの以前に、まあ、あの高校生の時にかなり課金してたっていうふうに今言ったじゃないですかで僕高校を卒業した後としばらくねそのゲームセンター結構地元のたまり話なさんで、まあ、かなりみんな友達と行ってたんですよでその時は僕メダルゲームをよくやってたんですあのカジノですね えー、まあメダル落としコイン落とし、まあ、プッシャーとかいますけども、はあえー、とかねあのー、なんかスロットマシンとかあと競馬とか当時スターホースでしたけどねはい、あ、そんなんをよくやってたんですけどその時にまあそのゲームセンターだったかちょっとどうかうろ覚えなんですけどあのメダルがなくなるじゃないですか僕らがででまああのー、当時からやっぱりみんなわめいてたんで もう,もうお前とメダルなくなっちまったよ。もうくっそ、もう今日金もないからもう無理だわ。っつって。だんだんもう、だよ、もうこんな、まだこんな時間なのにもうメダルつきたわ。なんつってみんなで騒いでると、あのー、もう本当に僕ら連日そのゲームセンターにま溜まってたんで、もう、 顔馴染みができるんですよね。他のプレイヤーで。まあ、別になんかそのね、喋ったりするわけではないんですけども、まあ、いつもあいつスターホースに座ってんな、みたいな。あいつ何の仕事してんだよ、みたいな。<laughs> はい、あ。あいついつもスロットやってんな、みたいな。うち、ん、行けよ、みたいな、はあ。あいついつもあのコイン落としやってんな、みたいな。うん なんか結構その会話はないけども、なんとなくあいつまた来てんなみたいな、まあそういうゲームセンターコミュニティってありますから、そうそうそう、なんとなくね、顔なじみみたいのができるんですよ。で、僕らがまあ恋ンねえよってわめいてた時に、あの、いっつもね、あの、いっつもいた、なんかあの、ちょっとヒゲをこさえたなんかちょっとあの、優男っちゅうか、もういい、そう言っていい今言い方い,いけないかねはだからあ。なんかちょっとあの、はい、なんかいたんですよ。 そう。で、あのー、もうほんと仕事してんのかな、この人みたいな。もうオープンからクローズまで毎日いるみたいな。はあ、で、その人がおもむろにその、そいついつもメダルめちゃくちゃ持ってたんですよ。で、そう、その人が急に俺らのとこ来て、あの、何にも言わずに、その自分のメダルを僕らのそのカップにザラーって入れて、あの、去っていくみたいな、そういうあのー、一幕が昔あったんですよ。はい、あ。で、 おーかっけえあ,ありがとうございますみたいな。はあざーすっつって、でもあの、その人はもう、なんか何も言わずに自分の台に戻って、黙々と自分のゲームを続けるみたいな、はあまああの。全然ゲームセンター興味ない人からしたら、なんか気持ち悪いって思われる、その馴れ合いかもしれないんですけども、まあ、そんなね、なんか結構そういうなんか、なんていうんですかね。 ゲームセンター内でのそういう心を温まるエピソードというか、で僕らなんか変な話、まあ、服装的に見たらやっぱりその若干なんかあの、えー、まあ、不良じゃないですけども。 なんかちょっと派手な格好してるね、まあ、若者のな,なんか連中でしたからで、そんな中に全然カラーの違う、そのなんかもう黙々とゲームをする、なんかもうゲームオタクね、語弊がありますけども、ゲームオタクのような方があの急に来てメダルをザーッとくれるっていう、はあ、まあこれこ結構ゲー,ムゲーマーにとっては心温まるエピソードじゃないですか、はあ。まあ彼のことを当時僕らキングって呼んでたんですけど、その一見から。はあ で、まあ、そんなこんなでね <laughs>、時は流れて、まあ、僕は今回クレーンゲームに興じてたんですけど、まあ、そのメダルゲームのそういうね、当時の心温まるエピソードがあったんで、で、妻にそれを言ったんですよ。まあ、こうこう、こういう出来事が昔あったりしたから、意外と、そのゲームセンター内での、 そういうういんていうんですかねそのゲーマー同士同じ要は趣味に興じる仲間同士で結構そういうことってあったりするんだよって、まあ、無償の愛じゃないけどほら俺のメダルでゲーム続けなよみたいなとかあ,のあいつ全然取れてねえなみたいなやつによし俺が一丁取ってやっかっつって取ってほら取れてなかったろこれ景品やるよみたいなそういうやり取りって意外と生まれんだよって妻に言ったんですよ。 まあ半分冗談だったんですけどもそうでも妻がいやそんなん絶対ないってみたいなあ,あるわけないでしょみたいなって言ってたらで僕あのー、アイスハーゲンダッツのアイスの経営もやってたんですよ、うん、でそこでまた全然アイス取れなくて後から来たなんか親子みたいなのがな,なんとかどれのアイスがいいとか言ってあこれみたいな感じでしたらもうバー取とって もう、コンビニでアイス買うみたいな感覚でアイス取ってきよって、うーわ、これ見逃しに、こんだけこれでアイス取れない、えー、やつが目の前にいるのに、これ見逃しになんかもうワンクレジットで、娘のあの、言ったアイスパッと取ってきよったぜってって、いや、もう今日はついてねえなダメだなーなんて、えー、まあ、ついてないとは言いつつ、その日僕一個一応大きいね、ブリブリザイモン取ったんですよ。 <laughs> まあなんですけども、まあ、アイスも取れないしミルクボール取れないしもう帰る系なんて言ってたら後ろから「あちょっとおってきて、はい、えっ何すか?」そたら「あこれミルクボールどうぞ」っつって、はい、あの息子さんにどうぞっつってやっぱりさっきの僕の背後にいた、まあ、お,お,ばおばさんって言っちゃいけないお姉さんなんですけどもあの僕,のた僕らの家族のためにあのミルクボールを取ってくださったんですよ。 といか取ってくださってたんですよ。はい、あ。めちゃくちゃ心温まらないですかこのエピソードねで。妻がえーみたいな。 本当にそんなこと、えー、いいんですかみたいな。で、僕も、えー、すいません、本当申し訳ない、今、たまたま、そのね、<laughs> いやいや、たまたまそういう話してて,て、で、一応、どうやって取ったんですかなんて、攻略法を聞きつつ、いや、こう、こういういう,うに取ったんですよ、なんつって、えー、もらっちゃっていいんですかなんつって、あ、いいんです、いいんです、もらってください、なんつって、えー、まあ、それだけで、ちょっと、あの、まあ、別れたんですけど、で、僕はもう、あの、これから、もう、あの人のことをクイーンと呼びますわ、つって、<laughs> まあ、妻とね、 えー、師匠って呼びます妻,妻じゃねクイーンって呼びますなんつって前にメダルくれた人キングだったから「あの人ゲームセンターのクイーンやよ」つって、はあ、でまあそんな感じで、まあ、妻も「本当にあるんだこんなこと」みたいなゲームセンターあんま慣れてないんではい、あ、言ったでしょつって、まあ、ゆなんか言ったでしょって言うとなんかもらえるもんだと思ってなんかもらったみたいくてちょっとズうしそうで嫌なんだけども。 ね、半分冗談だったんでいや本当に撮っててくれてたんだって本当に驚いたんですけどやっぱねこういうことってねゲームセンター内であるんですよ、はあ、もうゲーマー同士のなんていうか絆と言いますか、はあ、あるんですよねなんかねめちゃくちゃ今ねこれこの出来事のせいでせいでって言い方も変だけどもまた僕ねゲームセンター熱がまあ再来しちゃってますねはあ <laughs> あのー、本当にあのー、ま、あ名前も知らない、あのー、クレーンゲームのクイーン、ね。あの、この動画見てたら、ぜひね、私ですって名乗り出てほしいんですけども、はい。ミルクボーロね、む、うちの息子今ね、もうかぶりついてますよ。<laughs> もう離さないですよ。ミルクボーロのあの瓶の、あの、瓶っていうかペットボトルの中で、ボーロが擦れる音がすると、もうパーって飛んできますよ、息子。ああありがとうございました、本当に。ね。 だからまあタイトル的にはねゲームセンターで絡まれましたっていうタイトルにまあしましたけども、まあ、1人でも多くの人に見てもらいたいんでちょっと若干釣りみたいなタイトルにしちゃったんですけどまあ、でも絡まれたことには変わりはないですからね <laughs> あの広い意味ではいい意味での絡みでしたけども、はあ、まあまあまあ帰りはしてないですよねそんなにねタイトルから、えー、ということでね、あのー、めちゃくちゃホットな出来事がありました。はあ いやー、ゲームセンターってね、なんかね、やっぱりね、行かない人とか興味ない人にとっては、本当に、まあそう、なんか、うん、さほど、あの、ホットな場所に感じないかもしれないんですけども、いや、ゲームやってるだけでしょ、みたいな。ゲームとか何の、何の意味があんのみたいなこと言う人いるからね、たまに。だけどね、こういうね、あのー、結構ね、心温まる出来事がね、あるんですよ。ね。あのー、 まあ、いろんなコミュニティでね、こういうことって起きるんですけども、はあ、結構ね、なんかその、ゲームセンターに対してネガティブなイメージある人多いんだけども、結構ね、面白いっていうか、こういうホットなこともあるんで、ぜひね、行きつけのゲームセンターとか作っていただけるとね、まあ、顔なじみとかできてね、まあ、意外とあのいいつながりが生まれたりするかもしれないですよっていう、はあ、そういう動画でした。 というわけで、えー、今日はあのー、川崎南部のゲームセンターに行ったら、空、えー、まねま,ましたっていう、はい、お話でした、ね。というわけで、動画の概要欄に載っている僕のホームページ、よろしくお願いします。ケケンンタ店長ことケンズでした。さよなら。